ドコモショップ AU ショップソフトバンクショップ Y モバイルの販売店キャリアショップは携帯電話、PHS など通信キャリアのブランドを関した販売店であり、そのキャリアの専売店である。海外ではオペレータショップという名称が一般的。元々は NTT ドコモグループが手掛けるものがドコモショップであったことからショップと通称されるようになったと言われる。現在、 事業者直轄の店舗は、仙台クリスロードなどのごく一部のソフトバンクショップや、ウィルコム沖縄が手掛けるワイモバイル3店舗と極めて少数に限られており、他は代理店契約した事業者が展開している。なお、ドコモショップについては、直営拠点は、ドコモサービスなどの子会社運営へ一貫し、他の事業者は、かつてのウィルコムプラザを除けば、直営拠点そのものを閉鎖して、 支店事務業務にのみにした拠点がほとんどであるとされる。2010年代以降は通信事業者のショールーム機能を兼ねて都市部に大規模な機関店を開設するケースも増えている。ありがとうございます。